平均値に 0.8 をかける。なんで 0.8 かけるの？ 0.8 って新ルールって。何よそれ。なるほどね。相手の先を読み、さらにその先を読み続けなきゃいけ。あ、ハートのゲームっぽい。心理戦ってやつ？合理？はかりはいつも金が重い方。命の価値が同じなわけないじゃん。それが26だったから、今度はそれに 0.8 をかけたら、同じこと考えてたとしたら、深読みしてさらに 0.8 倍？どんどん数字が小さくなってる。結局ゼロを選べってこと？勝った方は勝者ダイモン。え、勝った？私勝った？あんた狂ってんね。勝者ダイモン様。よし。どうしよう、全然わかんないや。似たような手が使えないし。全員ゼロ。え？12回戦目スタート。ポイント。嘘。なんで？あんた私の答え見たでしょ。こんなの反則よ。なきゃ私が選んだ数字をあんたが分かるわけないじゃない。仮に失敗しても次がある。どんだけ数字あると思ってんの？エスパーかよ！全部読まれてたんだ。さっきの時点でキングはこいつから3ポイント以上もリードして、でもと思ったから。前半は避けたんでしょう。せっかく逃げるなんで気持ちが悪い。だからこれも避け、ゾロ目も誰もが思いつく数字。あとは日常生活で待って残るのは62、74のどちらか。74にしときゃよかった。1点が10に達した参加者。やだ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 。